はい、です。今回はですね、えー、また波力発電の可能性についての記事なんですけどもやっぱりですね発電コストが課題になってきているようですね高富かつ24時間利用できる自然エネルギーとして期待される波力発電普及の鍵はコストだ発電システムそのものの費用に加えて生み出した電力を地上に送電するためのコストもかかる沿岸から遠くなるほど強いエネルギーを得やすくなるが それに比例して送電コストも高く大きくなると。そこで最近では港の防波堤付近など沿岸に近いエリアに設置するタイプの波力発電システムの実証が進んでいる。2016年11月には岩田県の久慈市である久慈港で日本で初めて電力会社の系統に生息する波力発電所が実証を稼働した。東京大学生産技術研究所が中心となって開発した波力発電所で 海底に設置する基礎部分の上に建屋を建設し、その中に建屋に発電機を攻めている。その下にぶら下がるように設置しているラダーが波を受けて振り子のように連動し、発電機を回転させて発電する。あ、連動じゃない、運動しですね。発電能力は 43kW で平均して 10kW 程度の発電を見込んでいるということで、やっぱりね、こういった建屋を作って、ここで中で動かしてという形なんでしょうね。こんな感じです。 これが受け手とかラーダーとかですねこれで回転運動に変えているそうなんですけどもやっぱりですねまだまだあの発電能力が低い割にはコストが高いという風になってしまうんでしょうねで海というのはですねやっぱり塩害の部分というのをかなり気をつけなくてはいけなくてやっぱりあのサビというものの戦いとなると思うんですよね で他にもですね、異なる方式の波力発電システムでは、NEDO が2015年に秋田県酒田市の酒田湖で実証試験を行っているところがあるそうです。これは港の護岸に直接取り付ける方式のシステムで、海面の上下の動きによって、霧を生み出し、タービンを回転させて発電する仕組みだということですね。施設の護岸に後付けできるようにすることで、設置コストの低減を狙ったシステムだということですが、 まだですね、破力発電のコストは 1kW 値当たり60円程度。といのは今後のロードマップとして、まず発電コスト40円、ピワットのシステムを確立し、2020年度以降に向けて、20円キロワットを実現する要素技術の開発に注力していく方針だということですね。まだまだやっぱり技術開発の部分もそうですけど、コスト的な問題を解決していかないといけないというところが大きいとは思いますけれども、 まあ波というのはですね、日本中どこにでも取れるエネルギーではあるので、小さいからといってですね、あんまりこう、見向きをしないというのはよくないんじゃないかなと思います。まあ、もちろん送電コストがかかるというところあるんですけど、一つね、注目してもらいたいのは、あの工場の立地というのはですね、港湾が多いというところですよね。ということはまあいろいろな発電システムを取り入れるにしてもですね、 やっぱり直接使うところに近いところで発電ができるというのがやっぱ波力発電のいいところではあるんですよね。まあなかなかそれをプラスするためのものっていうのはうん今後はねまた技術開発ですとかコストの削減という意味ではどん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 下げていかないといけないんでしょうけれどもやっぱり発電所に近いところにその使う大量のね需要化と言われているものの人たちを、えー、置くのが一番いいんで。 本来はですよ。本来はですけど、ああいう原子力発電所っていうのはですね、そういう工場とか、大量に電気を消費するところで作るべきなんですよ。そうなんです。遠くからね、送電するっていうのは本当は意味がない。近くでやった方が絶対に決まってるんですよね。だけれど、やっぱり危険だからできないでしょっていうところです。ねえ、だって、原子力発電所を作るところに、みんな、 別に原子力だけじゃなくてね、あのー、引っ越してくればいいじゃないですか。電気を使う人たちが。いわゆる工場ですとかね、えー、大口の需要化っていうのがね、作れれば一番いいんですよ。東京のど真ん中に作れればいいんですよ。もちろんね。でも嫌でしょ、みんな。で <laughs>、あんな爆発が来たらもう住めなくなっちゃうんですよ。他にもね、やっぱり廃棄物の処理とかね。 その燃料棒を置いとくっていうのはどうすんのっていうのがねあったりするんですけど実は燃料棒ってですね都内で都内というかですねあのか関東圏で作ってるメーカーがあるんですよ、まあ、ご存知の方はね知ってると思うんですけどもだからそういった危険なものっていうのはね別にありとあらゆる場所にあるんだっていうところを認識してほしいわけですねだって米軍基地のねあの横須賀港なんかはやっぱり原子力空母が滞在してますしね うん、だそういった危険性っていうのはいつでもあると。で潜水艦だってそういったねあの原子力爆弾を持ってるかもしれませんしまあ何が危険なのかっていうところをねいろいろもっとみんなで見ていただくといいんですけども、まあ、それはちょっと関係ない話としてですねやっぱりその需要化のところにそういった発電機を作るシステムっていうのがすごく大事ですよね。あのどううやったったて送電ロスっていうのを下げる ことはなかなかか難しいのでやっぱり発電システムを近くの需要課のところでねあの使うようにしていけばそれほど大きな発電所じゃなくても送電コストがかからないのでいらないっていうところもあるんですよねだから鉄鋼所なんかは火力発電の小さなやつを持ってたりするところもあるそうなので、まあ、どこだっていうのは私はちょっとわからないんですけどそういうのがあるというのは聞いたことがありますまあそれぐらいですねやっぱり 食中接近じゃないですけど、まあ、発電所とですねその使うところが近くにあるっていうのはすごく大事なことではありますだから逆にこういったね港のところの港町っていうのはそんなに大きなね電力が必要ないとすればこういうものも一つの発電所の一つとして考えていくっていうのはこれから必要だと思いますまあ、してやですね燃料電池線とかですね、えー、電動線っていうのがこれからできるかもしれませんし まあ燃料電池に関して言えばですね、水素というのはもう海から取れるものですからね、非常に簡単ではありますけれどもあとはコストの問題とかあの保管の問題とかですね、保存の問題とかそういったところにあの移ってくると思いますので、まあ、あのそういった意味でですね、こういった破力発電というものもないがしろにしてはいけないかなと私は思っております特にね、あの日本みたいに海洋国海に周りを囲まれているような国では用途がやっぱりいっぱいあると思いますので これは離島なんかでもね、やっぱり考えるべき一つの指標じゃないかなと思います。はい、えー、最後もね、聞いていただいてどうもありがとうございます。